オーチャバネセセリは、ウ目セセリ蝶状化セセリウ化に分類されるウの一種、東アジアに分布する。日本では、元アシュ、ジナイダ・パルーセダ・パルーセダが、北海道から九州までの、丘陵地から鉱山にかけて見られるが、特に平地では、生息地、数が減少傾向にあり、地域の絶滅危惧種に指定されている場合がある。その原因は一般に、 不明とされているが、里山的環境の変化や人為的開発などにより生息に適した雑木林周辺の減少、荒廃などが一因との指摘がされている。全市長が16から23ミリメートルほどの茶色く小さな町で葉音を立てて素早く飛ぶ。茶羽セセリア一文字セセリに似ており、発生もほぼ同一時期のため判別が難しい場合があるが、 本種は、一文字せせりなどに比べて、羽が長めなことに加え、羽に入る白紋で見分けられる。一文字せせりでは講師に、横長の白紋が一直線に四つ並び、茶葉にせせりは、白半が小さく四つ並ぶのに対し、本種は、上から順に、短い、長い、長い、短い、長いと五つ並ぶところで判別される。成虫は春にはおらず、六月頃から現れ始め、 夏から秋にかけて、個体数が増える。節制理長というと、稲の害虫と考えられがちだが、本種は基本的に、竹化植物やススキなどを食草とする。そのためか他の禁煙種より少なく、産地に多い。幼虫で越冬する。市街地でもたまに見られるが市街地で直接、発生しているわけではなく、山毒の山村などで発生したものが飛来している。 日本のレッドデータ検索システム大お茶葉ネセセリ、島根レッドデータブック大お茶葉ネセセリ、レッドデータブックと、次ギ大お茶葉ネセセリ。ありがとうございます。